あの子、また強くなったわ。輝きが一層鮮やかになった。でも、それを邪魔するよどみがある。あの子は強くなる。いずれはよどみも消し去るほどに。けれど。冒険しない者に、殻を破ることなどできますまい。任せるわ、オッタル。まさか変身できる魔法があるなんて。ええ、ですのでこの能力さえ知らなければ誰も今のリリをリリだと分かりません。しばらく姿を見せなければダンジョンで死んだと思われるでしょう。なるほど。でもリリはそれでいいの？はい、ベル様がリリのことをご存知ならリリはそれだけで満足です。それよりベル様はこのままでいいんですか？リリはベル様を騙していたんですよ。ベル様の行為につけ込んで裏切ったんですよ。このまま許されてしまったらリリは大丈夫だよ。さあ行こう。リリルカ・アーデです。はじめまして。君が噂のサポーター君か。ベル君から話は聞いてるよ。僕、下でお茶でも入れてきます。さて、まずは君の覚悟を聞こうじゃないか。サポーター君、君は二度と同じ過ちを繰り返さないと誓えるかい？はい、誓います。ベル様に、ヘスティア様に、何よりリリ自身に。リリはベル様に救われました。もう決して裏切りません。裏切りたくありません。わかった。その言葉は信じよう。正直に言うよ、サポーター君。僕は君のことが嫌いだ。そりゃそうだろう。散々ベル君を騙しておいて、今度は取り入ろうとして。本当に嫌な奴だ、君は。大体さっきからなんだい、そのしょぼくれた顔は。どうせベル君が優しすぎて君をちっとも責めないから罪悪感に押しつぶされそうなんだろう。僕から言わせればそれはただの甘えだね。いいだろう。だったら僕がベル君の代わりに君を裁いてやる。ベル君の面倒を見てやってくれ。あ、ベル君が変な奴に引っかからないようにお目付け役さ。言っとくけど、君のためじゃないんだからな。僕は今回のことで確信したんだ。ほっといたらベル君は、また誰かに騙される。それに罪悪感なんて結局、自分が自分を許せるか許せないかでしかないんだ。君が心を入れ替えたって言うんなら、行動で証明してみせろ。ヘスティア様。パーティーへの加入は許可する。あの子のお守りも任せた。けど。お待たせしました。くれぐれも、出過ぎた真似だけはしないように。は？遅くなってすいません。な！神様。さて、改めまして。はじめまして、サポーター君。僕のベル君が世話になったね。後からのこのこしゃしゃり出てきたくせして、僕のベル君に手を出すんじゃない！この泥棒猫。いえいえ、こちらこそ。ベル様にはいつもリーリーにお優しくしてもらっていますから。ベル様のためなら、たとえ相手が神様だろうが何だろうが、リリは乗り越えてみせます。ええ、絶対負けません。神様、リリ。
リリー、その、これからのことなんだけど、リリーは今、ホーム、寝泊まりするところがないんだよね。はい、以前からそうでしたが、安宿を転々としています。リリー、もしよかったら僕たちのホームに来ない？ありがとうございます、ベル様。でもそのお気持ちだけでリリは十分です。え、どうして？リリはまだ相馬ファミリアの一員ですから。相馬ファミリアの構成員であるリリはベル様たちのホームへは行けません。もしリリがベル様たちのホームに通っていることがバレてしまえば、いらぬ火の粉が確実にお二人に及びます。そんなことになってしまったらリリは耐えられません。リリ、リリのことエイナさんに相談した方がいいよね。個人的なことを相談するのはちょっと気が引けるけど、エイナさんの手を借りないと何も前に進みそうにない気がするし。よし、ギルドに行ってみよう。エイナさんは？ベル君？ちょ、ベル君、待ちなさい！すいません。ベル君、いきなり逃げるなんて失礼でしょう。すいません。でも何がどうして？バレンシュタイン氏が君に用があるそうなの。この前ダンジョンでオークに襲われてたよね。はい。どうしてそれを？これ君がいなくなった後に落ちてたから返そうと思って。それじゃあの時助けてくれたのは？ずっと謝りたくて。え？私が逃がしたミノタウロスのせいで君のこといっぱい傷つけたからごめんなさい。違います。バレンシュタインさんは全然悪くなくて、むしろ助けてもらった命の恩人で、というか謝らなければいけないのはお礼を言わずに散々逃げ回ってた僕の方で、ごめんなさい。ダンジョン探索頑張ってるんだね。え？こんな短期間で10階層にたどり着いてすごいね。いえそんなことないです。もっと強くならなくちゃいけないのにまだまだで、戦い方も素人同然ですし、目標にも全く手が届かなくて、ほんと全然ダメで。戦い方を教えてくれる人いないの？はい。じゃあ私が教えてあげようか？え？